どうも、やみつき松本です。本日は100円ショップキャンドゥでまた110円で買える超お得なキャンプ道具が発売したということで、急遽お店に行ってみたんですけども、情報のあったもの以外にもですね、とんでもないものを見つけてしまいましたので、本日は特にね、初心者の方におすすめのキャンドゥで買えるコスパが高いキャンプ道具3選ということでお届けしていきます。いろいろなね、100均道具等々、過去動画でご紹介してきましたけども、ワークマンのキャンプ道具の動画を見てこのチャンネルに行き着いてくださった方もたくさんいらっしゃると思いますけども、ワークマンのキャンプ道具から今年ね、初めてキャンプを始めてみようという方、スタートの時点であまりお金をかけたくないという方はですね、今回の動画、ぜひね、最後まで見ていただければ、きっとお得な情報があると思います。今までの100円ショップでは発売していなかったようなものばかりですので、ちょっと今回のキャンドゥは要注目です。ということで、3品ですね、早速やっていきたいと思います。まずは1品目です。こちら、コンパクト薪ストーブです。いや、ついに100均で薪ストーブが発売されたということで、キャンドゥさん、すごいですね。まずは、概要を見ていきましょう。小枝などを燃やして焚き火台として、またはアルコールバーナーや固形燃料のごとく風防として使用できますということです。ここに書いてある通りですね。枝の上にこれを乗せて、薪ストーブとして使えますよということですね。で、裏面見ていきます。板が3枚入っている感じですね。それを組み合わせて、組み立てるということなんで、難しいことは何もないと思いますので、実際に開けていきたいと思います。はい、こんな感じです。本日は全体的に私の持っている100円ショップのキャンプ道具ですとか、他にもね、Amazon で買える安いアイテムなどありますので、その辺とちょっとね、具体的に比較をしながら話を進めていきたいと思います。よっ、こんな感じの板が2枚と、ただこれだけの板が合計3枚が入っています。組み立て方ですね。まずこの2枚を、ここに穴が開いてますので、こちらとこちらですね。こちらを、こうして三角にしてあげます。で、残りの一つ、こちらをここのスリットにはめてあげます。これだけですかね。これ見た時に、以前もなんかこんなのなかったとピンとくる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、おそらくこちらですね、ダイソーセリアでも売ってると思うんですけども、アルコールストーブに使えるごとくの代わりになるものも発売してるんですけども、今回ちょっとこれと比較していきます。これも組み立ては簡単で、3枚を組み立ててあげると。こちらがダイソーとかセリアさんで売っているアルコールストーブとかを使うごとくですね。で、こちらが今回キャンドゥで発売されたコンパクト薪ストーブということで、何が違うかというと、ここですね、風を遮る機構が結構強いかなというところですね。で、高さはほぼ同じです。こんな感じですね。で、実際どうやって使っていくかというと、例えば、この場合はパッケージにもある通りですね、ここの下に小枝とかを使って薪ストーブとして使えますよという使い方が一つの使い方だったんですけど、例えば私の場合だと過去動画でご紹介したんですけど、こちら自作のアルコールストーブですね。こういったものとかもサイドに風を遮る機構がついている分、風には強そうな印象ですけど、こちらよりはほぼ高さは一緒なので、アルコールストーブもバッチリいけます。固形燃料もいけなくはないですけど、ちょっとどちらも高いので、下に何か高さを出すものをつけてあげなきゃいけないかもしれないですね。それから大きさ的に上にダイソーのメスティン、炊飯にしか使ってないめちゃくちゃ綺麗ですけど、こちらを今までのごとくに置いたら、まあバッチリ大丈夫ですけど、今回のキャンドゥにもバッチリ大丈夫ですね。安定しておけます。上の面のここが、面が広いので、比較的こちらより安定するような気がしますね。通常サイズのトランギアのメスティン。これももちろんガタガタすることなく、どちらにも使えそうです。それからこちらですね。セリアの鉄板です。ご覧の通りまだ火入れしてないんですよね。で、火入れ近いうちしたいんですけど、なんかちょっと話脱線しますけど、ワークマンのテーブルが今もちょっとね、買えないって言って探してる方いらっしゃるかと思うんですけど、ここの注意書きに加熱した鍋、湯沸かしなどを直接置かないでくださいって書いてあるんですよね。本当にね、鉄板とか熱した鍋とか直接置いちゃいけないのかとかね、直接置いたらどうなるのかとか気になる方もいらっしゃると思うんで、今回は実際に火は使わないですけど、この焚き火台とかね、この鉄板の火入れとともにですね、ワークマンのテーブルに熱を加えてみる動画も出したいと思いますので、気になる方はちょっとね、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。で、こちらセリアの鉄板ですね。キャンドゥの鉄板も2月なんでそろそろ補充されたという情報もありますけど、サイズ的にバッチリですね。落ちることなくどちらにも使えます。はい。ということなんで、サイズ感はこんな感じで、まあちょっとね、実際に使ってみる様子をまた別の動画でご紹介しようと思いますので、ちょっとお待ちいただければと思いますけども、まあ今回CANDOOで出たのはちょっとこんな感じ。で、組み立ても、こちらは結構、ここが弱いんですよね。デリケートな扱いをしないと、ちょっとガタガタっと崩れてしまう印象があるんですけど、それより、こっちの方がご覧の通り結構しっかりしている印象なんで、100均系のこの手の三角タイプのごとくの中では結構優秀でしっかりできてるんじゃないかなと思います。しかもお値段は110円ということなんで、今までちょっとこちらのタイプのごとくを持っていなかったよという方とか、まあ初めてね、100円ショップにこういうのあるのを知ったという方は、とりあえず初めての一つ目としては結構いいんではないでしょうか。で、いろいろな使い方できそうですけども、薪を使ってね、火をこの下から焚くというのがCANDOOさんの提案している使い方ですので、今度ちょっと試しにね、使ってみたいと思います。はい、ということで1品目ですね。超話題ですけども、こちらもCANDOOさんのコンパクト薪ストーブ。私の住んでいる松本市でも購入できましたので、まだ品薄にはなってないんじゃないかなと思いますので、気になる方はCANDOOまで急いでみてください。2品目ですね。2品目はこちらです。先ほどの薪ストーブとちょっと合わせてのご紹介になるんですけども、焚き火シートということで、焚き火台の下に敷いて熱や火の粉から地面を保護しますということで。こちらもね、私過去動画でちょっと詳しくやってるんですけども、今回はCANDOOで買えるということで、こちらも製造元エコー金属さんですね。鉄板とかも確かエコー金属さんだったと思うんですけど、あ、これもだ。先ほどのコンパクト薪ストーブもエコー金属さんでしたね。ということで開封してみたいと思います。まあこれに関しては、うわ、なんか薄。紙とまでは言わないですけど、変わった感じですね。これ耐熱性あるんですかね。ここに書いてある通り、これだけじゃなくてステンレストレイみたいなものを置いて、さらに先ほどのこの薪ストーブを使って、火を起こしてくださいよということなんですけど、おさらいすると基本的には外で焚き火をするときは直火といって地面でそのまま火をつけて焚き火を楽しむというのは基本的には NG なところが多いですので、そういった時にこういう焚き火用シートみたいなものは一つ持っておくと安心ですね。ちなみに私が持っているのはこういうファイヤーブランケットと呼ばれるもの。これもね、 Amazon でそんな実は高くないんですよね。こちらも2000円しないぐらいだと思うんですけど、こちらはまあ 1m×1m なんでかなり大きさもあるんですけども、やっぱ生地感はちょっとやっぱ100均のものと比べると全然違いますね。こちらはもう繊維なので手で直接触るとチクチクしたりすることがあるということなんで、軍手の着用とかは推奨されていますけども、こういったものもあると便利なんですけど、まあ確かに大きいし、やっぱ繊維がしっかりしてるんでちょっと重いんですよね。こうやって触り比べるとね、もう全然こっちの方がなんか安心感はある感じなんですけど、逆を言うとその分重いので、この軽さでちゃんとある程度火の粉とかから守ってくれるんであれば結構いいんじゃないでしょうか。ちょっとその辺もね、また実証編として別の動画でまとめたいと思うんですけど、ついにこの辺までCANDOOさん発売ということですごいですよね。どちらもね、110円ですから間違いなく。セットでね、購入して、例えばね、ダイソーメスティンと組み合わせて持っていけば、もうダイソーメスティン500円なんで、もう700円ぐらいですよね。1000円以内で焚き火セットが揃ってしまうと。まあ、さらに言うとこのね、アルコールストーブ。このアルコールストーブは私普通のビールの缶かな、アルミ缶から作ったもんですので、難しいもんでもないですので、作り方もね、ちょっと過去動画ありますけども、まあそれで作ってみるのもいいですし、まあこういうね、固形燃料使って調理もできてしまうということなんで、あとこちらですね、鉄板。もうこの辺でいけば、簡易ピクニックセットというかね、簡易アウトドアセットができますので、これ全部揃えても1000円いかないですからね、500円、100円、100円、100円なんで、恐ろしい時代がやってきましたね。2品目ですね、焚き火用のシートまで出てましたということです。今回は火に関する100円のCANDOOさんの商品たくさん出ていたんですけども、私はこのコンパクト薪ストーブを探しに店舗に行ったんですけど、その売り場の横にちょっとこれから紹介する商品もありましたので、一緒に見ていければと思います。3品目にご紹介する商品はこちらです。折りたたみ式ミニコンロということで、ついに出ましたね。アルコールバーナーや固形燃料の使用時に鍋などを乗せられますということです。過去動画でワークマンさんの動画を見ていただいた方はわかるかもしれないんですけど、ワークマンさんでも、この手のタイプ、折りたたみ簡易コンロ、ポケットストーブと呼ばれるものなんですけども、まあこれ簡単に言うと、ここパカッて開いて、ここに固形燃料を置いたりして、メスティンを乗せたりして調理ができるというものなんですけど、今回のCANDOOさんの折りたたみ式ミニコンロは、これと同じ使い方ができるものが、なんと折りたたみ式で発売ということで、すげえ気になりますね。ちょっと開けてどんなもんか見てみましょう。はい、こんな感じです。あ、結構硬いんだ。折りたたみっていうから、ちょっと柔らかいのかと思ったんですけど、鉄ですかね、これね。折りたたみ方法が裏に書いてあるので、実際に見ながら説明いたしますと、A 面と B 面があって、て、それぞれを内側に折りたたみます。ただそれだけですね。難しいことは何もないです。まあ全然力はいらないですね、折りたたむのに。ただ、これ繰り返し使えるのかな?これだけです。出来上がり自体はね、全然いいと思うんですけどね。まあ要はこれを置いて、ここに固形燃料を置いて、ミスティンとか、鉄板とかで調理ができると。まあ、鉄板とかね、特にサイズ感ちょうどいいかもしれないですね。足がこんな感じです。重いものは当然無理ですよね。それと、思った以上に、ここの面積が小さいので、自作のアルコールストーブとかは入らないですね。それと、個人的に気になったのは、今力でここグイーッと曲げたんですけど、私の解釈でいくと、折りたたみ式ミニコンロという商品名だったので、持ち運ぶときは、こういう平たい状態で持ち運んで、現地に着いたら、こう折り曲げて、こういう形状で使うという認識だったんですけど、ここわかりますかね?この折ったところ。正直、多分何回も曲げたり、伸ばしたりを繰り返しすると、折れちゃう気がするんですよね、これ。販売時は折りたたんでありますけど、使うときは、こう組み立てて、このまま使うものかもしれませんね。まあそうなるとコンパクトさという意味ではちょっと欠けるかもしれないですけど、固形燃料を使って調理をしたいという方には必要十分な形なのかもしれません。まあ何にせよ110円なので、書いてある。折りたたみを繰り返し行うことにより本体が劣化します。製品にガタつきがある場合は使用しないでくださいと書いてあります。多分私もそれ感じます。これだから何回もこうグリグリって折ったり伸ばしたりを繰り返してると、ここが多分折れちゃうと思いますので、そこはちょっと注意が必要ですね。持ち歩くときは平たい状態で持ち歩いて、現地に着いたら組み立てるみたいな使い方がしたい方は何回もその使い方できないと思いますので、一回組み立てたら基本的にはもうそのまま使うという使い方が一番いいのかもしれません。あとは耐荷重的にも足が本当に鉄板をただ折り曲げただけの足ですので、強度もそれほどないと思いますので、この上に乗せるものもそれほど重いものは無理じゃないかなというのが注意点ですかね。はい、ということで今回はこちらですね。まず1品目としてコンパクト薪ストーブということで、他の100円ショップのこの手のものに比べると結構頑丈でしっかりしている作りで、風もしっかりと遮ってくれそうな構造なので結構いいんじゃないかと思います。で、上に乗せる面もここの線が広いので、他の100円ショップのものと比べると安定して物が置けるんじゃないかなと思います。ただね、あくまでめちゃくちゃ重いものとか無理だとは思うんですけども、ごとくとしても使えますし、この下で薪を焚いてという使い方もできると思います。で、この辺はですね、ワークマンのテーブルの上でですね、ちょっとまた実際にやってみようかと思いますので、別の動画でご紹介したいと思います。それから2品目ですね、この下に敷いてあるものですが、焚き火用のシートということで、ついに100円でも焚き火シートが出ました。私の持ってるファイアブランケットと比べると、ちょっと全然素材感も違いますし、ファイアブランケットの方がしっかりした作りで繊維感もあって、なんとなく安心はできるような気はするんですけど、ただやっぱりちょっと重いので、やっぱコンパクトに持ち運べるという意味では結構この軽量さで火の粉も防げるんであれば結構いいんじゃないかなと思います。実験をやった上でですね、使えるのか使えないのかというところで、今ね、私の持っている焚き火シートと比べたりしてみたいと思います。それから最後にご紹介したのがこちら、折りたたみ式のミニコンロということで、折りたたんである板状のものを折って起こすことによってコンロにできますということで、メリットはコンパクトで軽量に持ち運べるというところなんですけども、何度も折りたたみはできないよという注意点、それから固形燃料はいけるけど、アルコールストーブはちょっと無理だよというところですね。完全に固形燃料専用機みたいな感じになると思うんですけども、その点の注意点踏まえた上でですね、自分のスタイルに合った商品だと思った方はですね、CANDOまだ間に合いますので、お店に急いでいただければと思います。今回なかなか面白いもの多かったですね。今後もですね、ワークマンの商品ですとか、100円ショップ、新しい情報どんどん発信していきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。以上、やみつき松本でした。じゃあね。